トゥーランドプリゴの時間です。よいしょー、極秘9年正統竹内文書シリーズ最終章、日本の歴史がひっくり返る超考察。正統竹内文書が最も隠したかった女神、アマテラス大神、セオリツ姫、一木島姫、その全ての顔合わせ持つ究極の女神仕立てる姫と、その夫にぎはやぎに隠されたヤバすぎる嘘についてお話ししていきます。ヤバいよ。はい、ということで古事記日本書紀はもちろん、竹之内の宿根の子孫さえ絶対に語らなかった秘密を解き明かす超考察でございます。今回はね、かなり踏み込んだお話となっております。はい、なぜなら今回はね、正統竹内文書に隠された嘘を暴く回となっているからでございます。竹内文書の嘘、そう、そしてその正統竹内文書の嘘というのが、アマテラス、サノオ、ツクヨミ三氏族の長であり、古代日本の初代統一王となったニギハヤヒの存在に隠されてるわけですよ。うわ、ニギハヤヒに。そう、ニギハヤヒが初代統一王だったというのは、正統竹内文書の伝承者によって公開された口伝の中でもね、トップクラスの衝撃情報やったじゃないですか。しかしね、このニギハヤヒについての情報は明らかにミスリードを誘うものだったんですよ。え、ミスリードを誘う。つまりニギハヤヒが古代日本の統一王というのは、厳密に言うと嘘というのが、私サムが導き出した結論でございます。マジで。そう、これからね、その秘密を紐解いていくわけなんですけれども、その前にね、正統竹内文書の伝承者が語る重要ポイントを3つおさらいしておきましょう。はい、まず一つ目が、神々の名前は基本的に役職名であるということ。ね、アマテラスやサローという名前でさえも世襲名であり、代々受け継がれてますせと。なので偉い人になればなるほどたくさんの役職名があるから、呼び名もたくさんありますよと。ここが誤解ポイントですよね。はい、時代を超えて存在してますせと、そして二つ目が、古代の日本は政治を司る統治王と宰相を司る宰相の二人一組で国を治めていたということ。はい、そして三つ目が、統治王より宰相の方が偉いということ。ね、アマテラス・サノオの時代はほとんどの場合女性が宰相を務めていました。この3つの重要ポイントを頭に入れて、ここからのお話を進めていきましょう。はい、まずね、今回のお話の要となるね、ニギハヤヒについてのおさらいでございます。はい、ね、ニギハヤヒは父が出雲の王サノオであり、母がカムオオイチ姫という女神です。ね、カモイチ姫についてはね、こちらの超考察でお話しているので、ぜひチェックしてほしいのですけども、その正体は、ツクヨミの末裔であり、ユダヤ系レビ族の最子王でしたよね。うん。出雲は末っ子が王様になるという末子相続だったので、四男だったニギハヤヒは出雲の王にはなれなかったわけですよ。そうやね。ね。しかし、最子王カムオイチ姫の長男だったニギハヤヒは、ユダヤの王を意味する、雨のほあかりという称号を持っていました。はい。つまりニギハヤヒはツクヨミという氏族の長やったわけですよ。そうなりますよ ね。つまりニギハヤヒがめちゃくちゃ強かったのは、高度な技術を持ったレビ族をね、たくさん従えてたからだというわけなんですよ。そら強いわと。母親のカムオイチ姫がスタノと喧嘩して出雲を追放されてからはね、息子のニギハヤヒも父スサノオと倹約になって、やがて出雲を飛び出してヤマトを目指すわけでしょ。はいはい。でその頃のヤマトを支配してた人物といえば、もう誰も勝てない最強と言わしめた長いスネの長スネ彦でしたよね。あやつは強い。そう、しかしニギハヤヒはこの長スネ彦に勝利し、しかも家来にしてしまったわけですよ。ね殺さなかった。で、正統竹内文書の口伝によると、長スネ彦を倒してヤマトを獲得したニギハヤヒはアマテラス、サノオ、ツクヨミの三氏族の長となり、その名をアマテラス、クニテラス彦、雨のほあかり、クシタマ、ニギハヤヒの御事と呼ばれるようになったと伝えられとるわけでございますよ。はいよ。ね、これ何回も言ってますけどもね。つまり、ニギハヤヒは古代日本における初代統一王になったよと、ね、竹内睦弘さんによって語られてるわけですよ。はい。しかしね、なぜこれらの情報が嘘と言えるのか、それはね、ヤマトを支配した時のニギハヤヒの状況にあるんですよ。状況、そこを考えるとね、それありえないことが分かるんですよね。よく考えるとね、ニギハヤヒはお父さんのスサノオと喧嘩して、出雲飛び出してヤマトに向かってるわけですよ。そうですね。でこの時のね、ニギハヤヒの称号は雨のほあかりというユダヤの称号しかないんですよ。つまり一氏族の長、その時ね、その時はそうなんですよ。誰も取れなかった、勝てなかったヤマトを手に入れたからといってね、いきなりアマテラス、そのツクヨミの三子族の長になるのは、あまりにも飛躍しすぎてませんかっていう。一気にいってるもんね。一気にトントン、なんでっていう
ね、いつもとはなんならスタローと喧嘩して飛び出してるから、うん、まあ、絶縁状態みたいな、そうね、バチバチ状態なわけやんか、うん、でアマテラス国とはね戦ってすらないと、うん、でその二子族の長がね、え、あの最強の長須彦さん倒したんすか、すげえ嫌いになりますわ、なりますか、なりませんよと、ね、なんか不自然なんですよ実はこの流れって、うん、そうやね、そうなのになぜ人気早日はいきなり三子族のおっさんになれたのかと、ここに超重要な秘密がね隠されてるわけですよ。はい。そしてその謎の鍵を握るのが右早日の正妻北照姫だと、ああ来たいうわけでございますと、ついに、そう、ここで思い出してほしいのが冒頭でお話した古代日本における3つの重要ポイントです、うん、ね、国は統治王と宰相の2人1組で治めるっていうルールありましたよねと、はい、これも何回も言ってごめんね、ほんまに、いいんですよ、何度でも何度でもなんかすぐ荒れてるここ、うん、それはええまあ、スサノオだとアマテラス、大国主だったらスセリ姫、神武天皇だったらイスケヨリ姫というふうに、最始王だったと考えられる制裁はね、必ずね、存在してるし、明かされてるんですよ。うん、しかしね、この逃げ早日だけは、まるで一人で国を治めていたかのように、うん、制裁についてはね、一切触れられてないんですよ。そうやね。でしょ、うん。制度竹内文書は、基本的には門外不出、まあ、言ったらダメだよって、極秘訓練とされていたわけですけどもね、うん、竹内睦弘さんがもう強行突破で発表したわけですよ。はい。いろんな長老とかの反対を押し切って。うん。まあ、それでも、世間に発表する上で、はい、まだ言っていいっていうラインと、うんうん、言ったらダメだよってことと、うん、絶対に言ったらあかんよっていう、ね、ラインがあったと。考えられるわけですよ、はいはい、まあ、結構ねこの正統竹内文書の伝承者竹内睦弘さんって酔っ払って、うん、ついポロッと言っちゃうみたいなことがあるんですけれども、うんうん、まあそれ言ったらダメなことは言っちゃうけれども絶対に言ってはいけないことはさすがに言わなかった。あ、さすがにそこは、そうだから竹内睦弘さん自体は言いたかったけど、うん、竹内の宿根という役職上絶対に言ってはいけないことには触れることができなかったんですよ。なるほどね。そう、おそらくね言ってはいけないことに分類されるのは、うん、これまで考察してきた味付き高彦への暗躍のようなお話で、はいはい、絶対に言ってはいけないことに分類されるのは、うん、超考察でお伝えしてきた宗像三女神と、うん、セリミメの正体のお話となります。で、瀬戸竹内文書の伝承者さえも絶対に触れなかった禁断の扉を開いた結果、うん、宗像三女神の正体はアマテラスとスサノオの間に生まれた一人娘であり、はい、でその真の名前がセリミメだったことが分かりましたよね、うん、セリミメを宗像三女神として隠したのはアマテラスとスサノオの血を引く女神を隠すためであり、二人の血を引く最終王セリミメこそが真の王であった事実をね歴史から葬り去るためだったと考えられるわけですよ、うん、でこの事実がね明らかになってしまうとアマテラスがスサノオに敗北したこと、うん、ね、二人の間に生まれたセリ姫の神剣が勝者である、はい、ね、出雲のスサノオにあったこと、うん、そして正当な王家の血筋がもともとは出雲にあったことを意味するので、はい、後に勝者となったアマテラスサイドどうしても隠さなければならなかったんです。そうですよね。そう、つまりアマテラスとスサノオの娘であるセリ姫はスサノオ国の勝利の象徴だったわけですよ、うん、ということはねアマテラス、スサノオという二子族の頂点だったわけなんです。そういうことよね。そう、二子族の長やったんですよ、スセリ姫。そう、そんな出雲の祭司をスセリ姫と大国主との間に生まれたのが、うん、後の八田ガラス、はい、味付き高彦根と北照姫だと、いうわけでございます。なんかどんどんヤバなってないですか。ヤバいです、普通にヤバいそれでは北照姫はどのような存在だったのでしょうか。はい、日本神話で実際に登場する大国主の子供は、うん、味付き高彦根、北照姫、琴城主、竹見中田でしたよね。はい、味付き高彦根はブチ切れて出雲を飛び出し、うん、琴城主はスッと姿を消し、うん、竹見中田は最後までアマテラス軍と戦った神様です。そうやね。日本神話ではね、竹見中田って、まあ、最後に出てくるから、うん、まあ、末っ子とか、まあ、次男っぽく見えてたんですけども、そうやね、まあ、正統竹内文書では、まあ、竹見中田は長男ですと、うん、伝えられてるみたいなんですよ。そうなんね。そう、まあ、これまでの考察から味付き高彦根イコール琴城主ということは確定してるので、うん、末っ子は必然的に妹の北照姫ということになりますよね、うん、出雲は末子相続であり、ね、末っ子が王になるというしきたりがあるので、やはりねこの北照姫こそがねスリ姫に次いで
ね、いつもの再使用になる女神だったわけですよ。あ、なるほどね。そう、というかいつもの王様を連れていつも飛び出てるようなもんやから実はね、これ考えにくいんですよ。ああ、まあそうやな、確かに。普通に考えたら、仕立てる姫と新早姫の結婚は、味付き高い子の裏切りによるものではなくて、いつもの再使用とヤマトの統治王による正式な結婚やったのではないか。おお、なるほど。そう、つまり出雲とヤマトが普通に一つになったと、いうことなんじゃないかって話なんですよ。なるほどね。そう、仕立てる姫と同一視されるセオリツ姫のね、ホツマツタイのエピソードから考えると、新早姫はね、仕立てる姫に惚れ込んで自ら宮殿を降りて、いつもまで会いに行ったのかもしれません。はいはい。ね、天を下らせた女神、天下がる日に向かつ姫と仕立てる姫のことだったわけですよ。そうやね。ね、仕立てる姫と新早姫の結婚、これも歴史的に見てもね、とんでもない出来事やったわけです、なぜなら仕立てる姫は天照と佐野の血を引くセレビ姫のね、さらに末っ子なわけですから、出雲の再始祖ですよ。はいはい。つまり仕立てる姫もセレビ姫と同じく天照佐能の二子族を束ねる存在、二子族の長ですよ。つまりユダヤという一子族の長でしかなかった新早姫が天照佐能つくよみの三子族の長になれたのは、天照佐能という二子族の長である仕立てる姫と結婚したからと。なるほどね。いうことなんですよ。そういうことになってくるのか。そう、新早姫と仕立てる姫の結婚によって初めて三子族が統一されたわけですよ。ああ、そっかの二子族のトップが。そういうことよ。言ってたんや。ね、この事実こそが、聖堂竹内文書の中でも意図的に隠されてる部分なんです。やば。ね、あたかも新早姫一人が古代日本の初代統一王であったかのに見せかけて、実際は統治王新早姫と再始祖仕立てる姫の二人で国を治めてたからね。はあ、そういうことか。もうそんなの、古代日本のルールで言ったら、統治王より最初の方が偉いっていうのは口が酸っぱくなるから言ってんの。言ってるから。なのに新早姫だけは一人みたいな。実質的なトップは新早姫ではなく、仕立てる姫だったわけです。そういうことになりますよね。古代日本の初代統一王は仕立てる姫、実質的な権力者をね、まあ、統治するのは逃げ早いやけども、はいはい、肩書きとしては逃げ早いにも天照の役職名はつくんですけども、神をその身に宿すという最小としては、仕立てる姫こそが祖母の天照、母のセレビ姫から続く何代目かの天照大御神であり、人々の罪や汚れを洗い流すセオリツ姫という役職を持ち、一番偉い女神を表す一木島姫だったわけですよ。一そう、木島姫。古代日本の初代統一王新早姫の裏には、この仕立てる姫が存在していたわけですけども、この存在を徹底的に消し去り、新早姫一人が君臨していたかのように見せた。これこそがね、聖堂竹内文書の嘘というわけなんでございます。いや、やばそれではね、なぜここまでして仕立てる姫という女神を隠したのでしょうか。で、おそらくね、天照佐野の血が引く存在を隠したかったのだと思うんですけども、あと一人だけその血を引く女神が存在しているわけですよ。おー、どう繋がってる。だってね、出雲とヤマトが統合してたとすればね、そもそも有月高彦に裏切ってないの。1回目は後にそのヤマトの方行ってるけど、もともとはその味付き高彦根が仕立てる姫を連れてヤマトに亡命したみたいな仮説やったじゃないですか。そうやね、結婚してるのなんでと、でも仕立てる姫が出雲の最小やとすれば話は別だよねと、はいはいはい、この結婚は両国のもう統合だと。スサノオがアマテラスに勝って二子族の王になって、でその二子族の王がユダヤの王と結婚してるわけですから、一番ちょっと弱い立場にいたわけです、アマテラス。こっからね、下克上してんのよ。言ったらね、いろいろこう力を貯めてうわって巻き返してるわけですよ、だから実際に出雲の国譲りっていうのは存在してなくて、大和の国譲りによって裏返ってしまった。なるほどね。そこでいうことになるんですよ。だからね、聖堂竹内文書でも、この出雲の国譲りにあんまり触れられてないんですよ。そうね、日本神話ではこうだったよねぐらいの話でしかないんですよ。はいはい、はい、だから実は存在してなかったのかもしれない。ヤマトがやられた時に一緒に怒ってる。もう一緒にね、その作用というか。そう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 。で、最後にね、どうしてもこの女神だけは解き明かさないといけないわけですよ。はい。その女神の名前こそが、かぐや姫。かぐや姫。そう、かぐや姫は実在し、この日本のヤバすぎる秘密を握っているわけですよ。ええー、もうヤバいよ。マジでヤバいよ。ということで、来週はついに超考察最終回でございます。くレッスビテの謎が解き明かされた時、いや日本、いや世界の歴史はひっくり返るかもしれません。いいの？すべての謎はこの女神に集約していきます。次回、聖堂竹内文書、いや日本が隠したかぐや姫についてお話していきます。日本変わるよ。ね、今回の話はあくまでね、
危機の記録や聖堂竹内文書の訓練をベースにしたトランドプヨグの考察なので、あくまでエンタメとしてお楽しみいただければ幸いでございます。はい、概要欄にね、僕らの SNS もあるのでぜひチェックしてください。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ。